デカルト級防護巡洋艦はフランスが建造した防護巡洋艦の艦級である。フランス海軍では二等巡洋艦に分類していた。設計はドビュシー氏。本級は1890年度艦隊整備計画において植民地警備用として設計、建造されたクラスである。主砲の 16cm 速射砲を現時た代わりに速力を若干増加させていた。 外見上の総移転では復元性向上のためにミリタリーマストを廃止したのが特徴である。整備ドックが乏しい植民地での維持のために水面下はチークの上に銅板で被覆して海藻やフジツボなどの付着を抑制した。船体形状は当時フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで主に導入していたタンブルホーム型船体である。これは 水戦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水戦下部の艦首、完備は著しく突出し、かつ原則艦板よりも水戦部装甲の部分が、 突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水栓下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、微法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる。本館の船体形状は全球と同じく還元の高い館首から低い管備までなだらかに傾斜する。 平甲板型船体で手法の 16cm 単素速射砲は、船体中央部の2箇所に設けられた張り出し部に、ケースメート配置で、片元に機ずつ、計4機が配置された。水面部が突出した艦首から、艦手甲板に、複砲の 10cm 単素速射砲が、並列配置で2機、司令塔を下部に組み込んだ箱型環境を基部にして、 簡素な観客式の全部マストが立つ。その背後に日本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、片源2本ずつを1組として、片源3組、計6組のボートダビットにより運用された。原則部に10センチメートル速射砲が、ケースメート配置で3カ所に1機ずつ配置された。 後部甲板には乾燥な短脚式の後部マストが立ち、その後方に 16cm 単装速射砲が、後ろ向きに並列配置2機である。この武装配置により守備線方向に、最大 16cm 砲2門、左右方向に、最大 10cm 砲4門、減速方向で、最大 16cm 砲2門 10cm 砲5門が、試行できた。ありがとうございます。